はい。皆さん、こんにちは。お疲れ様です。広ロのジジニュースチャンネルです。えー、ついですね、あの、元人気 YouTuber の渡辺、えー、誠くんがですね、もう逮捕されてしまったというね、に、あの、速報が入ってきました。で、まあ、速報だけだったらですね、これニュース非常に短くて、まあ、コメントも、まあ、みんな怒ってるみたいな感じなんですけど、まあ、いきなりなんか文春法の記事もさっき出てまして、まあ、あの、渡辺誠さん、ほら、今、 結婚してるじゃないですか。今泉結衣さんですか。で、子供もいて、まあ、今後どうしていくのかなということで、まあ、これがすごいヒロシは逆に気になったんですよ。ほら、もうマホ琴って結構 YouTuber 長くやってて、すごいお金持ってると思うじゃないですか。それがもうね、すっからかんらしいんですよ。渡辺はこれまで散財していたため、貯金も少なく、まあ様々な支払いに追われてるようですということで、なんか家とかもなんか売らなきゃいけないみたいな。 なんか、あの、今泉由衣さんも、もう私まで所属事務所から見捨てられそうみたいな、まあ、こういうちょっとニュースも飛び込んできたんで、まあ、ちょっとですね、ここら辺も全部含めてですね、ちょっとあのー、広島への考えをね、ちょっと述べさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、ちょっといつも通りですね、ニュースを全部読んでいきますね。はい。えー、元人気 YouTuber の渡辺真帆と容疑者が、児童ポルノ禁止法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことが分かりました。ね、まあ、これも仕方ないよね。自業自得っていうかさ、まあ、あの、なんつうのまあ、1枚2枚さ、あの、彼女になんかね、 写真送ってよとかじゃなくて、なんか何十枚送ったらこれしてあげる、100枚送ったらこれしてあげるみたいな、なんかわけのわかんないことやってたわけで、もうこれ完全に見から出たサビだよね。うん。で、捜査関係者によりますと、児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された元人気 YouTuber の渡辺真帆と容疑者。これ、真帆とってもんだ、これ。渡辺 これ、なマモキオ、なんか最初はさ、マモ教だと思ったんだけど、これね、マホトって読むんですね。知りませんでした。結構難しい感じだね。うん。なんかあの、な,なんつうんだろ特攻服とかにね、書いたりそうだよね。マホトっつってね、ドーンっつってね、背中とかにね。うん。で、えー、少女にわいせつな画像を送らせた疑いが持たれてみますと。ね、この1枚、2枚じゃないですよ。うん、10枚とかね、100枚以上とかなんか、そういうレベルですかね。うん。 渡辺容疑者はカタカナの渡辺真帆との名で活動しチャンネル登録者数が200万人を超える人気 YouTuber でしたが今年1月別の YouTuber からの指摘でファンだった15歳の少女に猥褻な画像を送らせていたことが明らかになり今月2日に自身の Twitter で活動引退を表明していましたというですねちょっと15歳の少女に写真を送らせるってもちょっとどうかなって思いますけどね1枚2枚じゃなくてさ80枚送ったらこれ100枚送ったらこれねもうもっと送ったらこれしてあげるみたいなさもう完全なんかリアルクジラックス みたいな感じでやべえなと思ったんですけど、まあ、ついにちょっと逮捕されちゃったと。ね、逮捕された後の流れもやばいですね,ね。ちょっとコメント読んでみましょうか。えーとですね、これ Yahoo コメントの皆さんのコメントなんですけど、余罪たくさんありそう。今からでも被害に遭った方は警察へということで、確かに余罪はありそうだね。うん、いっぱいほらファンもいたから、どうなんだ、あ私も被害受けたわみたいな方がいたらね、うんちょ、ちゃんと証拠になきゃダメです。嘘ついちゃダメですよ。ね、あのなんかほら嘘ついてね、私も被害を受けたお金を起こせとかそういうのはダメですからね。うん、でう、未成年の方で過去に同様の被害を受けた方は、えー、すぐに警察 警察に相談してくださいとね。まあ、結構同じようなコメントありますね。やっと対応されたか。時間の問題だったのだろうが活動があまあ内容が内容なだけに、えー、お腹にいる子供はかわいそうだけど、えー、奥さんはとっとと離婚して前向きに来てほしいなということですね。まあ確かにそうだな。一緒にいてもちょっときついかもしれないね。うん。 あの、被害者の言い分と物証から考えて間違いなく犯罪ですし、他の事例も見れば逮捕は当然、前科も考えると更正できるかどうか怪しいが、家族もいることだし、罪を償って来てくださいということですね。まあそうだね。確かに罪をちょっと償ってほしいなと思います。はい。まあ時間の問題でしたね。証拠もありますし、天狗になっていたということでしょうか。え余罪もありそうですね。何か、えー、何かと以前からやらかしてますし、って書いてあります。まあ天狗になってたっていうかもう、自分がやってること麻痺しちゃったんだろうね。結構人気になるともう何してもいいだろう。つね、金で解決バイヤアイアじゃないけど。 もう全部金で解決できるから、なんかあったら金払うからさ、みたいな。でもそんな感覚だったと思うよ。うん、なんか、なんかね、そういう、ほら、結構いろんな芸能人とかお金持ちとか結構ほら、逮捕されてるんじゃないですか。なんでこんなことしちゃったなって思うんですけど、だんだんね、もう自分が特別な存在で、まあ、こんぐらいだったらやっていいだろう、みたいな。結構そんな感じになっちゃってたと思うな、広瀬シな。うん。 いや、当たり前だよね、自動挨説脅迫、教養、生徒手帳を取らせて口止めするなんて、そんなこともやってたんか、生徒手帳で口止めはきっちりなぁ、これな。やってることが反射みたいだし、子供に向けた性暴力なんだから、ちゃんと罰を受けて罪を償って、強制されると社会にいるべきじゃない。お腹に赤ちゃんがいる奥さんはお気の毒だけどって書いてありません、ね。ま、そうだね、ほら。これが別に大したことないのになんで俺こんなみんなからブツブツ言われんだよ、みたいな感覚だと、絶対次もやっちゃうんで。 ああ、やっぱ俺自分がやったことってやっぱとんでもない、とんでもない悪いことだったんだなっていうのをやっぱ分かってもらうっていうのは重要だと思いますね、広島ね。うん。で、 自分は捕まらないとか思っていたのでしょう。ね、子供相手にやってることはとても卑怯で救いはないです。えー、出てきても同じことを繰り返しそうなので、なるべく重い系を望みます。と、えー、書いてありますね。そうね、子供相手だからね。これだってさ、なんか、その、相手の子だって、児童相談所とか行政とかさ、なんかそういうとこにいるんじゃなくてさ、これこれさんが取り上げて、これで発覚したっていうのが、なんか闇不景なって、ちょっと広ロは思いますけどね。え <laughs> これこれさんがいなかったらどうなってたのみたいなね。そんな感じですよね。えー、短で終わらすかと思ったか、逮捕されたか、えー、起訴時までに時短、えー、が成立してれば、不起訴となる可能性が残され ているからきっちり起訴されてほしいものだということで、まあ、かなり悪質だったんだろうね。 え、やはり逮捕が足がつかないように自らのスマホには、えー、ワイセス写真を保存せず、また送らせる際にもわざわざ保存期間の短いプラットフォームを指定していたらしいから、警察に悪質と見られたんだろう。あとは検察がどう判断するか、個人的には実刑を望みますと。え、いうことですね。なるほどね。影響力なのある人はこういう犯罪を犯しちゃいけないと思うんだ。えー、人気 YouTuber たちは自分たちが世の中に多大な影響を与えることを自覚して報道してほしいということで、まあちょっと広ロが人気 YouTuber かどうかわかんないですけど、ちょっと広ロシも気をつけます。あの、結構ニュースを配信してる見通し、見通しではですね、ちょっとなんか、あんまりこう、やばい ニュースとかをねちょっと取り上げないようにはちょっとしようと思ってるんですけどまだ、あ、ね好きなことをやって 生きてていって、まあでもね、好きなことをやって生きると言っても、やっていいことをダメなことの区別をして行動すべきだって最後書いてあります。すみません。はい。まあ、ちょっと広ロもねあの、そこら辺の影響力、まあ、影響力、まあ、ヒがどんだけ影響力があるか謎なんですけど、まあ、大した影響力はないと思うんだけど、まあ、ちょっと広ロもね、最近は、ちょっと広ロお前もさ、あの少し考えて、相手の気持ちとか考えていった方がいいよとかね、結構言われるんでね、まあ、そこら辺はね、ちょっと広ロシも、はい。あの胸に刻みながらね、あの気をつけながら放送していきたいと思います。はい。えー、ということで、続きを読んでいきます。えー、渡辺はと逮捕、その時、婚約者、元坂46 今泉優衣は結局一人で産むしかないのかなということで、まあちょっとここでもなーわさ話題ですよね、うん。で、事件報道の影響、マンションの審査に10件以上落ちたということですね。これね、マンションの審査って、なんだっけなあの、いくらお金を持ってるとか、貯金がいくらあるとか、そういうなんか将来性とか全くないらしいんですよね。なんか他の YouTuber さんの動画で見たんだけども、えー、っと、ものすごい毎月お金が何百万とかね、下手したら1000万円とか、YouTube で稼いでる人が、 マンンションのの審査みんんなな落ちたらしいんですよあのなんだっけな源泉徴収だっけ要はお給料が、お給料をいくらもらってるかが全てらしくて、まあ、ごめんね、間違ってたすみませんあ、ちょっとうる覚えなんですけど、まあ、お給料がいくらね、ねボーナスいくらもらってるかが全部重要で、なんかいくらお金をいくら、いくらお金が入ってくるかって、なんかあんまり関係ないらしいんですよね。あんまりいくら稼いでるかとか、なんか安定性、安定性みたいなのが重要みたいで、なんかシステムがあるらしいんですよ。だからいくらお金持ってるのダメ ではだからお金この人持ってるのにダメなのかなと思ったけどもお金ないらしいんだよねちょっとニュース読んでるとね、うん、さっきもほらこれ赤文字読んだんですけどちょっと読んでいきますね。うん ね、えっ、ー、と、ューバー引退後の生活を考え、二人は都心の賃貸マンションを引き払い、えー、郊外のマンションを探していたのですが、えー、今回の事件のことが影響し、10件以上審査に落ちました。えー、今泉の名義を使ってもダメで困りきっています、えー。渡辺はこれまで散財していたため、貯金も少なく、えー、様々な支払いに追われているようですと。と、えー、いうことで、あんなに、えー、だってもう10年ぐらいやってるよね。だニコニコ動画の時からやってて、めっちゃくちゃ稼いでると思ったけど、使ってたんだね、って何に使ってんのすんげえ謎なんだけど。うん で医薬金や、えー、前回の事件被害者への示談金、親のために立てた実家のローンもまだ残っていますと、ね、前日はウーム関係者のこれ、証言ですね。そうなんだ。めっちゃ、もう,もう何億円も持ってるし、別に YouTube やめたって生きていけんだろうと思ってたら、とんでもない、もう本当にもう支払いに追われているっていうコメントがあって、かなりヒロちゃんびっ,くりしましたびっくりしましたね。え、200万人も登録者いて、えめっちゃくちゃ金入っていくでしょだってい一件あげたらもう何、何十万、百何十万とかさ、なんか再生数あるから。 もうすごいお金も入ってきてるのかなーなんて,思,ってる思うじゃないですか200万人も登録者いてさでも全然実はお金がないみたいなすごいびっくりです何使ってんだろうねうん で一軒家を送られて泣いて喜んだ両親。ああ、なるほどね。親孝行だね。えー、渡辺容疑者は2018年、えー、都営団地で暮らす両親のために、えー、東京の郊外に一軒家を購入しています。ああ、そうなんだ。昔からやんちゃだった真ホとは、えー、10代のとこ、えー、代の頃から警察に厄介になっている。<laughs> ああ、そう。なやんちゃですね。真ホとが思春期の時は親子喧嘩もしょっちゅうで、彼の家のベランダから投げつけられた魚が飛んでくるほど凄まじかった。ああえー、その分、そんな息子に家を買ってもらった両親は親孝行泣いて喜んでいた、えー。今回の逮捕で家も手 離すことになりそうですが両親は前のような生活には戻りたくないと売らずに住む方法はないかと周囲に相談しているようですと地元住民ということで地元住民やっぱ詳しいななるほどな、えー、今泉は今私まで所属事務所から見捨てられそううわあきついなこれマホットの罪重いぞこれ YouTuber も引退し収入は激変した渡辺容疑者が今泉は今年夏に出産を控えてるねーこれ心細いと思うよ え父親となるマホトは出産に立ち会うつもりだった。今泉は今回の逮捕で結局一人で産むしかないのかと落ち込んでますそうだよね。だってもう今堀の中にぶち込まれるわけでしょ。まあ、逮捕だから工事所行くのかな、まあ、これから罪とかは確定するんですか わかんないけど裁判とかやってやるわけだから、まあ、多分帰ってこれないとは思うよねうんえさらに真琴と縁を切らなかったことからえ私まで所属事務所から見捨てられそうえ芸能活動を続けられるのかなと嘆いていましたああなるほど実は今泉は真琴の周囲から借金の返済を肩代わりすることまで求められていますええー、マジか自分で選んだ道だから仕方ないのですが周囲には辛いと繰り返すようになり精神的にも追い込まれていますと、えー、今泉さんの友人の証言ですねやっべえなこれな華やかな結婚を妊娠 発表から1点今回の逮捕で再び姿を消した渡辺容疑者、えー、被害少女にせいに対応しておむね舞台に戻れる日は、えー、来るのだろうかということですねこれさ親孝行して家まで買ってあげたっていうけどさもうこれ超親不幸だぜ本当に。に親不幸だしさあの結婚するほら家族不幸っていうかさ奥さんに対してもさやらかしちゃってるし生まれてくる子供もかわいそうだしなんかもう周りみんなをものすごい湧き込んで超不幸にしてるよね だからね、もうね、えー、もうこれごまかせないんで、もうきっちり終わらしましょう。きっちりもう逮捕されて、も逮捕されて、逮捕されたじゃないですか。きっちり裁判もやって、もうきっちり全部罪清算して、まあ一,もう一から出直しみたいな、もうそこしかないですよね。もう一つ一つめんどくさいことに向き合って、 まあ人生、しっかりまた土台を組み直していくみたいな。まあ、そのぐらいしかできないんじゃないかなって、ちょっとヒロシは思いますけどね。うん。まあ、とりあえず超迷惑をかけて、まあ、ファンの、ほら、応援してくれたファンの人たちもかわいそうだし、みんなかわいそう。なんかよくわかんないけど、ね。まあ、全部渡辺真穂くんが撒いた種なんですけども、はい。まあ、それがどんどん今ね、芽が出て成長しちゃって、もう成長していっちゃってるっていう感じで、はい。もうまた一から出直してください。はい。ということで、今日はこのぐらいしておきます。ありがとうございました。えー えもしね、あの、チャンネル登録とかね、していただけると、また、あの、どうせ、渡辺真人君のニュース、まあ、逮捕されて、これが多分、あのー、刑罰っていうんですかね、あの刑とか確定すると思うんで、まあ、またニュースが入ってきたら、まあ、そういうのやっていく励みになりますので、もしよかったらよろしくお願いします。で、あと、コメントとかありましたら、どんどん書いてくださいね。ちょっと皆さんの意見とかね、聞きたいんで、まあ、聞いてね、結構、あの、ニュースの参考とかにさせていただいてますので、よろしくお願いします。えー、ということで、今日はこのようにしておきます。ありがとうございました。失礼します。